フェリペこと、フェリペア・ウグスト・ジアウメーダ・モンテーロは、ブラジル・モジダス・クルーゼス出身のサッカー選手。アトレティコ・マドリード所属。ポジションはディフェンダー。2009年に、ウニオン・ FC で選手となった。2011年に CA、ブラガンチーノに移籍し、2012年には、SC ・コリンチャンス・パウリスタに移籍。FIFA クラブワールドカップ2012では優勝メンバーの一員となった。 コリンチャンスでは公式戦通算70試合に出場し3得点を記録した2016年に FC ポルトに加入8月12日のプリメーラリーが開幕戦であるリオアベ FC 戦でリーグデビューと同時に FC ポルト初出場を果たしたなおこの試合ではイエローカードを受けるもチームは3から1で勝利を挙げている23日に行われた チャンピオンズリーグプレイオフエース、ローマ戦のセカンドレグでは、移籍後初得点を決め、チームの CL 出場を助けた。5日後のリーグ戦、スポルティング CP との大一番では、リーグ初ゴールを決めた。2019年5月27日、アトレティコ・マドリードに移籍することが発表された。移籍金は2000万ユーロ。2016年3月に 2018FIFA、ワールドカップ。 南米予選のパラグアイ代表戦に挑むブラジル代表メンバーに選出されたが出場はなかった。2018年8月にアメリカ合衆国代表エルサルバドル代表との親善試合に挑むメンバーにも招集され12日のエルサルバドル代表戦で代表初出場。ありがとうございます。